です。はい、シーン入る。特に取られたくないんだよ。ダウン。はい、ヘッコレー。はい、ヘッサルー。はい、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 それ一回止める。でこれで正面にちゃんと投げれるようにステップしてやってこう踏み出して投げるっていうやつだから。あれもしそれてこうやって手投げになってボートしちゃったらもったいないから。うん、でももしそれたらもう一回止めてやり直し。ちゃんと。それで家帰って気持ち家帰って。はい。エスエスト。どうやったらうまくできますか？ちょっと何すかこれは。質問タイム的な感じじゃないですか？あれだよね、ステップだよね。で、コーチからは何を、どういう風に言われてる？なんか球を基本に忠実にって言われてます。
じゃあ、まあ、足の動きはじゃあどういう風にって言われてる？前に取るときに前に出して、自分の多分右投げだったら右足出せとかって言われる、はい、こう右と出して取って、左足前にと出しての方、はい、であれば取り行くんじゃなくて足で取り行く感じ、足でグローブで取り行くんじゃなくて足で取り行けばこうなるから、で例えば足が自分のグローブ側の方にボールがちょっと取れちゃったって時にグローブで取り行くとこうなっちゃうじゃん、でも足で取り行くとそのままステップ取りながら体も一緒についていくから、そうすると次の動作に移りやすい、手だけで行くんじゃなくて足でボールを掴みに行くようなイメージはね、でやっていくといいんじゃないかなと俺は思うよ、はい、うん、はい、ありがとうございます。こんなんで大丈夫？はい、大丈夫です。足で取りに行くって言って大丈夫ですかね？完璧です。ありがとうございますじゃあちょっとね、このやつのあれだけど、とりあえずそれでやってみてください。はい、ありがとうございます。元気よくね、あとは元気よく上手くなりたいって気持ち、はい、はい、エッジ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 
そう、なんかこうなったらグローブあんま動かさない方がいいんじゃない、みんな、てか頭を高さ目線を変えない方がいい、ブレるからこうやると、はい、ごめん、なんかすげえ口挟んじゃった、ごめん、いや大丈夫、よし、1、2、3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 、
123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 
足で取りに行くんだよ、ね、足で。この間キャッチボールとか教えたな。キャッチボールしてる時にこうやってグローブだけで取りに行く、それじゃ練習にならないんだよ。自分でステップワークして自分で正面に取れるようにするとか、自分でステップワークしやすいようにするとか、で自分でさこうやって足で取りに行ってみたらどう、この辺にある送球されたものってさ、取ってから投げやすい、投げにくい、投げやすい、え投げやすかった、ここにあったやつ、あ投げにくい、投げにくいでしょ。ってことはどこにあったら一番投げやすいの、この辺にあるのが一番投げやすいわけでしょ、はい、ってことは自分が今度送球しなきゃいけないときはそこを見なきゃ投げなきゃいけないんだよね、はい、なんとなく投げればいいわけじゃないんだよ、なんとなく速い球投げればいいわけじゃないんだよ、ね、速さを求めてるんじゃなくて自分たちでやりやすいこと、やりやすい体の流れ動きっていうのを覚えてほしいから今基本のやつをやってほしいんだよ、分かった、はい、今みたいなイメージを、ま、必ず毎回持つことを、あと自分たちで中でちゃんと意識してやること、はい、例えばできてないものに対してはちゃんと声をかけたり、それをないがしろにして声かけなかったらできてないやつはできてないままずっとその練習を続けちゃうんです、そしたらその人のレベルって上がっていかないじゃん、その子のレベルが上がっていかないってことはチームのレベルが上がっていかないんだよ、チームのレベルが上がっていかないってことは勝てないんだよ、野球ってもちろん勝ち負け、どっち、まあ、なんていうかな、勝つことが絶対主義じゃないよって言われてるんだけど、でもとはいえね、勝っていかないと楽しくないでしょ野球って、そうだよね、勝ち続けるから楽しいんだよ、ね、一生懸命練習したって勝てなかったら面白くなくなっちゃうよ、そうだよね、ゲームだってそうでしょ、クリアできないゲームってずっとやってて面白い、
面白くないでしょ。だったら自分たちを面白くするためにはどうするんだろう、どうすればいいんだろう、というどうすればいいんだろうっていうところをもっともっと考えていかないとダメ。ただ言われたことをやるじゃなくて、自分たちでどうやったらうまくできるんだろう、自分たちの中だけで考えられる選手の皆さん、分かった？はい、じゃあちょっと一回休憩して、今度は形を変えてやるから、はい、一回休憩しよう。はい、ハハハハ。